カオランの冒険は、アメリカ合衆国の作家キャスリン・ラスキーによる、狼を主題にしたファンタジー小説。フクロウ世界を舞台にした、ガフールの勇者たちの、スピンオフ作品であり、実質的な続編にあたる。全6巻。2011年から2014年、スカラスティックプレス社より発行。日本語訳は、メディアファクトリーから発行。役者は、中村タスクチエ、差絵は、 有田万博士。前足に障害を持って生まれたために、部族の掟き手によって捨てられ、灰色熊に育てられた狼の子、カオランの過酷な運命を描く物語。炎の石をかけた大戦が終結し、フクロウの世界に平和が戻った後。最果ての地で生まれた狼の子、カオランは、片方の前足の指先が広がっていたために、部族の血統を汚す、呪われたことを見なされ。 掟き手によって、川に捨てられてしまうが、灰色イイマのサンダーハートに拾われ、九死に一生を得る。ファオランは、育ての母である、サンダーハートやオーメンフクロウのグウィネス、コツウルフのエドメなど、様々な生き物たちとの出会いと別れを繰り返しながら、たくましく成長していく。最果ての地を縄張りとする部族の一つ。立場の弱い者を虐待したり、一族から、生、 ウルフを出すために幼い子狼にわざと障害を負わせる噂があるなど、その評判はすこぶる悪い。クマの王、グリッツのひまご、トビーを誘拐し、クマと狼の間に戦争を起こしかけたことで、彼方の地へと追放された。第2巻、著者後書きより、ありがとうございます。